急に出てきて攻撃力8000。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ひろゆくチャンピオンエクスカリバーです。本日なんですが、最強のモンスターをねご紹介していきましょう。戦士族レベル4モンスター ×2 で作れる一ターンに一度このカードのエクシーズ素材を2つ取り除くと、このカードの攻撃力は相手ターン終了時まで元々の攻撃力の倍になる、つまり4000になる。最強。これね、ゴーシさんっていうね、ゼアルで登場した、なんか筋肉もりもりのおっさんがいるんですけども、そのおっさんが使ってた最強のモンスターをね、ご紹介していきたい、そんな風に思っております。このモンスターですね、非常に強いんですよ。これ4000になれるってことで、まあ、例えば、まあ、環境的に言うと、まあ、銀竜とか、まあ、精霊竜とか、そういうなんか3000で結構硬いモンスターとかも、まあ、上からぶん殴れるっていうね。まあ、ちなみにコキュートスがいれば、こいつを出せばコキュートスさえも抜けたっていう、まあ、そういう話なんですけども、まあ、遅えっていう、出すの遅えっていうね、タイミング逃しすぎてんだよてめえ、くたばれっていう、まあ、そういう話なんですけども、口が悪くてすいません。それを今日は8000にしてぶん殴っていくっていう、デッキになってまして、これどういうね、ギミックかっていうと、これですね、ヒロイックチャンスというカードね。自分のフィールド上のヒロイックと名付いたモンスター1体を選択して、まあ、こいつですね、基本的にヒロイックって名付いて、ついてるんで、ヒロイックと名付いたモンスターを選択して、そのモンスターは攻撃力が倍になると。ただし相手プレイヤーに直接攻撃はできない。つまりですね、これ4000にした後にこれを打つとね、これですね、8000にできるんですね。8000でぶん殴ったら、まあ、大体どんなデッキでも勝てます。はい。バックを除去すればということで、バック除去は一応3枚積んで、でまあ、要は戦士族をあの2体並べなければいけないんで、まあ、基本的にはソリッドエアーっていうギミックが強いんですけども、ソリッドエアーとか、まあ、エアーバレ、バブルとかが強いんですけども、傷だらけのヒーローってね、このスキルにしていて、このスキルによって、デッキからエレメンタルヒーローを、まあ、受けた戦闘ダメージか効果ダメージの合計値以下のやつが出せるんで、これで2体並べやすいということ。それからやっぱりベイルですね。ベイルとも非常に相性が良くて、これダメージを受けながら、モンスター出せるんで、まあ、この辺と合わせて、こっちもしかも戦士族ですからね、これを出して、でこれを出していくと、で、4-4 で、チャンピオン出して、でチャンピオンにチャンスして、ヒロイックチャンスチャレンジ、ヒロイックチャレンジ、エクスカリバーチャレンジやっていくということですね。8000でぶん殴ったら大体どんなデッキでもワンキルができますから、守備表示だけやめて。デュエルスタンバイ。俺のターン。いや、もうがないのか。ソリッドエアだけしてサーチアイで入れといていいんじゃないか。ソリッドエアしよう。俺はモンスター、ソリッドマン召喚、エアマン特殊召喚、エアマン特殊召喚成功時効果発動。モンスターを、いや、これあれだな、深淵のし、深淵にすものあたり出していいの。モンスター効果、これソリッドマン持ってきとこ。これソリッドエア何回もやるやつで、これワンチャン深淵に潜むものしとこ。これ墓地効果止めたろ、これエンドしてる。モンスターをエクシーズ召喚、これターンエンドだぜ。ターンエンド、妨害するぜ。遠征一生撮影できなかったから明日撮影する。もし寝てなかったら相手はするぞ。キャラの援軍、ほういいだろう。コラ君、後で寝てなかったら、俺が寝てなかったら相手はするぜ。それから、ね、俺も相手もしてくれ。俺のワンキルが決まるまで相手してくれよ。モンスターを召喚、ルミナス、はい、いいでしょう。モンスター効果を発動します。まあ、知らなければ安い、これは。さあ、ルミナス効果によって手札を1枚墓地に送り、墓地のライトロードモンスターを1体特殊召喚できる。さあ、これによって、アーチャーフェリスを墓地に送ってフェリスを特殊召喚してる。その効果は止まらないので、これは何もしない。このカード、はい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 、モンスターを特殊召喚。さあ、ここで7進化をしてくるか、それとも、フェリスの効果を使ってくるのか。フェリスの効果は自分をリリースすると相手のカードを破壊できるという効果。そして、ここでシンクロ召喚もできる効果。私のカードで、エバリーを出してくる。やばい、来た、エバリーがやばい、エバリーはやばい。でダメージを受けることによってベイルは特殊召喚できる。いいでしょう。参ります、攻撃です。いいでしょう。まあ一応ちょっと墓地効果だけ止めるっていう効果だけ使わせてもらおう。モンスター効果発動。オッケー。そしてベイルの効果発動。それはどうかな。もう現れろ。現れろ。モンスターを特殊召喚。私は俺のターン。これさ、ドロー。きた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 ー。これ来たら最強って言おうと思ったら来た。
タルヒーローソリッドマンを召喚、ソリッドマンのモンスター効果発動、ソリッドマンの効果によってエアーマンを6召喚、見せてやるぜ。そしてエアーマンのモンスター効果発動、敵からヒーローモンスターを1体手札に配させてもらう。あっとこれは正直バブルマンでもいい、バブルマンを持ってきてるか。そして俺はレベル4のモンスター2体でオーバーネットワークを構築、エクシーズ召喚、ベイルとソリッドマンでヒロイクチャレンジャー、ヒロイクチャンピオン、エクスカリバーをエクシーズ召喚。そしてヒロイクチャンピオン、エクスカリバーのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを2つ使い、このモンスターは魂の王子まで攻撃力を倍にできる。さらに手札からマジックカードヒロイクチャンスを発動、ヒロイクチャンスの効果によってこのモンスターの攻撃力はさらに魂の王子まで倍になる。そしてバブルマンを特殊召喚、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ブレードハート、そしてブレードハートのモンスター効果発動、このモンスターはエクシーズスライを2つ取り除き、あ1つ取り除き、忍者モンスターの攻撃を2回まで1回か1回増やすことができるぜ。バトルベースいくぜ、ヒロイクチャンピオン、エクスカリバーの攻撃、一刀両断、必殺神剣、シャーヒロイクチャンピオン、マジなめんな、巨大決戦、お前ナーフされるスキル使うな。いやこれソリッドマン来たらめっちゃ強いぞ、ソリッドマンが来たらめちゃくちゃ強い。あ、バブルマンでもいいな、バブルマンでもいい。 UA スタジアムだと、何 UA スタジアム、やばい強そう。ウルトラアスリートだ、巨大決戦ウルトラアスリート、フラッグシップディールを使ってワンキルしてこようとしてるこいつは。さてはちょっと、ね、UA ペナルティだけちょっときついんですけど、巨大決戦でワンキルしようとしてきてるぞあいつ、上から殴ってやる。巨大決戦なんていうクソナーフスキルは、あれかブロッカーか、ブロッカーは特殊召喚した、うわ弱っ、ギロ弱えな。このカードは、ストロングブロッカー以外の自分のフィールドの、UA モンスター一体を手札に持ち、相手がモンスター特殊召喚成功したときに、モンスター表示形式を変更して効果を無効にする。なるほど、エアーマンは召喚しですね、つまりモンスターで、エアーマン召喚、エアーマン効果で、エアーマン効果で、もう一回エアーマンかな、でカードを1枚セットしてエンドかな、カードを伏せる、これ相手ならにちょっとね、この効果だからこれでエンドでね、ターンエンドだ、いくぜ。さあ できれば攻撃表示のモンスターを立ててほしいな。攻撃表示でモンスター立ててくれたらね、嬉しいこと起きるんだよね。僕どう、マスクチェンジで一応守備表示でモンスター変更できるんで、まあワンキルされることは多分ないんじゃないかなと思うんですよね、多分ですけど。どうするんですかね相手は。一応なんだっけ、ウルトラセットファンタジスタ、あーコリバーリバウンダーか、オッケー、コリバーリバウンダー召喚成功時効果、コリバーリバウンダーで手札か墓地からモンスターを特殊召喚ができる、ファンタジスタの方か、オッケー、ファンタジスタの方、ファンタジスタは変身できるんですよね、これドレッドのドンか、オッケーです、いいでしょう。で効果で上がる、了解、ぶん殴られる、これはマスクチェンジするしかないね、マスクチェンジして、どっちだろうな、ファンタジスタから縦で出して半減すると死なないよね、まだね、多分ブラストで守備にして、いや守備すると貫通するから、これこうだな、ブラスト特殊で、ブラスト特殊成功効果、ここ半分にしたら多分知らない、これで3500でしょ、3500って2500か、2500飛んできて変身して2500飛んでくる、次は300、2000だ、大丈夫だ、大丈夫、多分大丈夫、多分大丈夫、これ知らないで、スタジアムの効果で、もう打点上がったから、このターンでは打点が上がらないから多分大丈夫、オッケーです。
ス殴られる、オッケー、バトルステップはオッケーです、受けました。で破壊するかどうか選びます。ではちょっと破壊しませんと、オッケー、来た、分からせる、マジで分からせる、マジで分からせる、お前がした行為がどういうことかマジで分からせる。エアーマンしようか、効果発動、モンスターを攻撃表示、モンスター攻撃、エアーマン特殊召喚成功時効果発動で、もう何でもいいわ、エアーマンでええわ、もうこんなもんな、エアーマンだ、でスキル発動よ、これで俺が巨大決戦を使えるのか、傷だらけのヒーローで、デッキからソリッドマンを特殊召喚するわけよ、で戦時速モンスター2体でオーバーネットワークを構築、エクシス召喚、チャンピオン光まといて現れろ、闇を切り裂くまばよき王者、ヒロイクチャンピオン、エクスカリバー、そしてエクスカリバーのモンスター効果発動、押せんじゃねえかこれやるの、押せんじゃねえか、攻撃強者で残ってるぜお前のモンスターは、コリバーリバウンダーいいだろ、さあどうする、コリバーリバウンダーの効果で何を、いいだろう、こいつは特殊召喚成功したときに相手が特殊召喚、意味ねえぜ、全く意味がないぜ、ヒロイクチャンピオンエクスカリバーの効果発動、オーバーリユニットを2つ使い、このモンスターの攻撃力を倍にする、さらにヒロイクチャンスの効果発動、自分のフィールド上のモンスターのヒロイクチャンピオンエクスカリバーの打点をさらに倍にする、これは1枚しか遊びないのか、いいだろう、カードを1枚セットしてブラックで使っていくぜ、いくぜバトルフェイス、懺悔の用意はできているか、いけヒロイクチャレンジチャンピオンエクスカリバーの攻撃、一刀両断必殺神拳、シャオラー巨大決戦だ、1万1600ダメージ、巨大決戦してくれてありがとうよ、これワンチャンだけど、まあでもソリッドエアだけしとくか、ソリッドエアだけはしとこう、ソリッドマンからのエアーマン特集、ね、エアーマン効果、エアーマン持ってきておこうかな、これで、デッキを圧縮して局所を引き抜く作戦ですね、私は、はい、局所を引き抜く作戦です、もうなんかこれ棒出しエンドでいいんじゃない、ダメージ受けていいし、これエンドでいいわ、ダメエンド、まだまだいくわ、みんな出るのか、ルームにはもうホストによる番機能実装されないかな、あ、それわかる、めっちゃ思うそれ、モンスターを攻撃表示で召喚、グリスリーマザー、あやめてやめてやめろよ、何してんだよ急にお前、お前深夜2時半に何してんだよ、お前ふざけんなよ、これ押せんだよ、そして負けるまで、誰だよこんな時考えたの、ふざけんなよ、ちょリクルト止まれ、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 止まれ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 、なんか事故ってのリクルト止まれ、ちょ押せんだよこのデッキ本当に、分かった、あとうるさい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 、マジでうるさい、もう分かったって、このデッキ考えたやつガチでくたばれ一回